エコチル調査。ようこそ学童期検査へ。こんにちは、私の名前はコリン先生です。皆さん、今日は学童期検査に来てくれてありがとうございます。エコチル調査には皆さんがお腹にいる時から参加してもらっています。今まではずっとお家の方に皆さんの成長の様子を教えてもらっていました。皆さんは今ここにいます。今日は大きくなった皆さんに会うことができてとても嬉しいです。コリン先生。あ、マナブくん、大きくなったね。お母さんと一緒に学童期検査に来たんだ。どんなことをするの？じゃあこれから説明するね。教えてコリン先生、学童期検査って何をするの？まずは身長を測ります。僕大きくなったかな。次に体重と体組成を測ります。身体測定の結果は今日渡します。最後はパソコンを使って指先の動きや集中力を測ります。頑張るぞ。これで今日の検査はおしまいです。検査会場によっては追加の調査がある場合もあります。学童期検査はみんなが小学6年生になる年にも行う予定です。みんなが安心して暮らせる環境を作るために、これからもエコチル調査に協力してくださいね。